じゃないわよ。はい。あかり、アキラさんたちよろしくね。あ、うん。きっと朝までおしゃべりするつもりですね。久しぶりなんだからいいんじゃない？それにしても水の三大妖精にも私たちと同じような頃があったのね。三人で合同練習してたなんて初めて知ったよ。でも今はなかなか会えないんですね。あかり、もうこの辺でいいわよ。見送りご苦労。話を気にしてるんでしょ。ったくもう、私たちは明日もまた会えるんだからね。あいかちゃん、あーひー、ふい、大丈夫だから。おやすみなさい。ぽいぽいぽいにゅーい。いつか話してくれた愛の歌、いつもいつだって覚えているから。